三国山脈は、群馬県と新潟県の県境沿いに位置する山脈。抗義の越後山脈のうち、谷川学周辺の谷川連峰を中心として、西は、新潟長野群馬県境の白車山付近から、東は、新潟福島群馬県境に近い平ヶ岳付近までの山々を指す。上信越高原国立公園、魚沼連峰県立自然公園、 越後三山只見国定公園にまたがっている。三国とは三国峠で示されるように、群馬県、新潟県、長野県のことであり、上信越高原国立公園の故障も、この三県にちなんでいる。三域の延望は三国連山などとも呼ばれる。三脈のうち三国峠から清水峠までの山々を特に谷川連峰と呼ぶ。谷川連峰より、 東の利根川源流域付近の山々を上越山地とも言う。上越国境ではないが近傍にある苗場山、佐竹流山、越後山々などを含んで三国山海と呼称する例もある。この山域の特徴は自然美である。2000メートル級の山が連なっているため、高山植物が多く観察でき。 峠の金坊以外は人里から比較的離れた地域にあるので自然林が多く残されている。日本海側気候と太平洋側気候の境界であり、太平洋と日本海から来る大気がぶつかり合う地域でもあるため気象の変化が激しい。また年間の日照時間が少なく、夏季の降水量や冬季の降雪量が非常に多い地域でもあるので、浸食が激しく深い渓谷を刻んでいる。 比較的傾斜が急な山が多いものの、頂上の付近は伸びやかな草原となっている山もある。谷川連邦の国境両線上は、ほとんどの山小屋が、避難小屋であり、友人小屋は、平落表さんの家、谷川学方の小屋、よもぎ峠のよもぎひゅってのみである。この山域に属する山は、谷川学をはじめとした日本百名山が含まれるほか、 群馬県境両線トレイルやスノーカントリートレイルなど登山やハイキングのコースとしても親しまれているが白社山から三坂峠までの両線と清水峠の先のジャンクションピークから巻き木山までは登山者が少なくやぶこぎの世界で上級者向けまた牛が竹より先は重走路に登山道の整備はない上越国境両線西から順に新潟県側群馬県側 苗場山中腹より望む谷川連峰の前景。円形は、オゼや奥都根の山々。2016年10月15日撮影。ありがとうございます。